天むすとは、エビの天ぷらを具にしたおにぎり。名古屋飯の一つとして知られるが、三重県津市発祥の津名物でもある。発祥店は、三重県津市大門の千住である。現在は主に用を取った赤舎エビの天ぷらが使用されているが、ごく初期の段階では、エビの種類も赤ャエビではなく、おもつけたまま揚げたものが使用されていた。具は、エビのみの場合が多いが、 一部の店では、エビと小さめの野菜でかき揚げにして入れている。津市の千住の天むすは具の天ぷらが、おにぎりの中に入っていて外から見えないタイプであるが、全国的には、名古屋の地雷なりに代表されるおにぎりの上部に、具の天ぷらが見えているタイプのものが多い。味としては、千住は、エビ天が塩味で、形は、おにぎり全体が大きめ、地雷なりなどはエビ天が、 醤油ベースの味付けで、おにぎりの全体サイズも一口サイズになっている。千住の天むす1950年代に、三重県津市大門にある、天ぷら定食店、千住のおまかない料理として考案されたのが始まりである。昭和30年代の初め、初代、水谷ヨネが忙しくて、夫の昼食を作る暇がない折に、車エビの天ぷらを切って、おむすびの中に入れたのが発想のきっかけで、 その後味付けなどを試行錯誤し、常連客向けの裏メニューとして振る舞うようになったとされる。好評を得た天むすは、千獣の正式なメニューとなり、1959年頃に天むす専門店となった。1965年、天むすを商標登録する。1980年、愛知県名古屋市中区大須の藤森時計店が、不景気の煽りを受け廃業する。 借金は在庫の処分で関西市主人は別の職に就いたものの、今後の生活について考えていた妻の藤森明子は、娘が幼い頃、海水浴に連れて行ったつで偶然食べた、千住の天むすを思い出し、これを商売にできないものかと思い立つ。藤森は早速、千住を訪れ、水谷夫妻に、天むすの作り方を伝授してもらえないかと願い出るが、あえなく断られてしまう。 だが、藤森は諦めず、千住の店舗だけではなく、水谷夫妻の自宅にまで通うなどし、一ヶ月にわたる交渉を続けた結果、根負けした水谷夫妻から、天無数を世間に広めないことを条件に、作り方の伝授と、のれんわけの承諾を得る。こうして誕生したのが、名古屋の千住である。開店の際には、津から水谷夫妻も駆けつけ、 順調な滑り出しを見せたかのように見えた名古屋の千住だが店舗は前日の廃業した時計店を改装しただけの小さなもので天むす自体の知名度が全くないことに加え水谷夫妻との約束から宣伝もせず天むすのみの製造販売だったことから当初は全く客足が伸びず営業的に苦戦した天ぷら店だと思って来店した客が メニューに天むすしかないことを知るとそのまま帰ってしまうこともしばしばだった。しかし1982年になり土曜9時半ただいま参上で紹介されるとそれをきっかけに名古屋地区では大となり午前中だけで4000個を売る日も現れるようになる。そんな中当時名古屋をもう一つの活動拠点としていた小福亭鶴瓶がその評判を聞きつけ来店。 天むすを味わった鶴瓶はその味を気に入り、名古屋から次の現場への移動の際には必ず手土産として大量に購入して持ち込むようになる。これがきっかけとなって天むすは東京のテレビ局関係者の間でも評判となり、マスコミもこぞって話題に取り上げるようになっていく。こうして天むすは全国的に知名度を上げていく結果となった。 天むすび専門店の天むす天むすが全国的に知名度を上げていく中で、天むすを提供する店や業者が爆発的に増えていき、当初藤森が交わした水谷夫妻との約束は半ば保護された形になってしまう。藤森はその後も社名を藤森時計店のままにして、全国的な展開の誘いなども断り続けたが、名古屋市周辺では、 数店舗を展開している。また、津の、千住も現在では、天むす専門店となっており、名古屋の、千住同様全国展開はしていない。ただし、東京の飲食ベンチャー企業、日本ダイニングサービスが、松阪市内の工場で製造した天むすを、千住本店近世元祖天むすとして、松阪市内や三重県内の近鉄主要駅構内に、加え、 名古屋市内の直営店舗で販売している。津の、千住も、名古屋の、千住も、当初は、正当なのれん分けの関係であったため、現在でも、名仏天虫千住を名乗り、店舗看板や放送紙に示される店名ロゴも、非常に似ているものが使用されているが、前述のような経緯もあり、それぞれの差を明らかにするため、津の、千住のロゴには、元祖の文字が付されている。また、 名古屋の千住が茶色の包装紙なのに対して津の千住は若草色の包装紙を使用している。名古屋の地雷なりのように東京や大阪でも販売展開している店があるほか、コンビニやおにぎり専門店を含む弁当店などでも販売されていることが多く、現在ではほぼ全国的に味わうことができるおにぎりとなっている。また、 名古屋名物であることが先に浸透したが、近年、津の発祥であることも広く知られるようになってきている。津市の、千住が持つ登録商標は、第319万9878号、名仏天武すと登録されている。2010年11月現在、天武す関連の商標は、これ以外にも多数登録されている。ありがとうございます。